皆様こんにちは。こんにちは。エムズダンスアカデミーの日野ゆうきと天野ゆりかです。はい、今週はジャイブのリンクを説明してみたいと思います。やってみます。7 8クイック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 。角度変えます。7 8クイック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 。はい、ということで前回説明したシャッセに、プラス最初後退から前進というものが入っていくんですが、前回と同様に、やり方は男性は最初左足後ろに足を出しますが、使う足は皆さん分かってますね。右足を使って後退して、左足を使って前進して、前回のシャッセに入っていってという流れになるんですが、練習しててよく分かんなくなることってあるんですよ。でその時に、ちょっと練習方法として僕たちよく取り入れてるのは、一回ルンバにしてみるっていうことをよくやってます。なので、もう単純にジャイブの膝伸ばし、ごめんなさい、膝曲げとかなしにして、ルンバ、タタ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 。でこの時に注意したいのが、先ほども言った通りなんですが、左足を出しに行くじゃなくて、右足、軸足を使って押していく。次も軸足を使って押していく。次シャッセも同じ、軸足を使いながら使いながらルンバのように練習していって、これが慣れていったら、これに膝のバネを取り入れます。右足の膝のバネを使って、ザンザンザザザンザザザンザザンザザザンザザザンザ。ということで、まあ、軸足を使うという話を前回からやってるんですけど、頑張って練習してみてください。してみてください。さよなら。